はい、こんにちは。デジタルお城が来ました。テクシオの DCS9707D です。本体とあと8チャンネルのロジックアナライザーモジュールがついてますが、専用のケーブルがないのでオプションの方は動作未確認です。とりあえず電源オンにしてみます。起動するまでね、ちょっと時間かかりますね、これ。ところで、このモデルはテクシオということになっているんですが、実際はね、多分インステックだと思うんですよね。後継機の GDS2000A は見た目ほとんどそのままでインステックなので。はい、起動したので適当な波形見てみます。まあ問題ないですよね。プローブの倍率設定する機能があるんですけど、今1倍の表示にしてあるので脳内で10倍してください。1倍にしてあるのはね、私がそれに慣れているからで深い意味は特にないです。そしてデジタルお城といえばこれ、ズーム。アナログお城でも B 素因ありますけど、デジタルお城のズームかなりフレキシブルにね、拡大できるのでいいと思います。あと、ワンショットとか短時間の波形ロックできる機能もね、デジタルお城ならではだと思います。こんな感じで波形が来たら信号取得停止して波形を止めることができます。これね、ないと困る場面結構あるね、便利機能です。あとは各種測定機能がついてますね。振幅とか周波数とか、立ち上がり立ち下がり時間とか、まあいろいろあります。あと、波形を USB フラッシュメモリに保存する機能ももちろんついてます。現代でね、比較的安価なデジタルお城に求められる機能は一通りついてると思いますね、これ。ちなみに今は英語表示にして使ってます。この動画の前半は日本語表示なんですけど、日本語表示ちょっとなんかいまいちな感じがするので英語にしました。ボタンの表記は英語なので、ソフトも英語の方が統一感が出ていいと思います。選べる言語はこんな感じになってます。そんなわけで、しばらくこれいじってみようと思います。では、バイバーイ。